ヒラノシオ宮ジングジユタ、芸能活動は、10月以降、の可能性、あの人を迎えてスタートか。七夕の夜、ヒラノシオとジングウジユタの新たなスタート七夕の夜、元キング・アンドプスの平野シオとジングウジユタが新たなスタートを切って1ヶ月経過しました。しかし、その後、二人は表だった芸能活動はしていないことが、ファンの間で注目されています。 一体、平野と神宮寺が次にどのような動きを見せるのか、その手がかりを探りましょう。戸部合流から1ヶ月、何が待っているのか平野と神宮寺は5月22日に金プリを脱退し、ジャニーズ事務所も退場した後、7月7日に滝沢秀明氏の立ち上げた会社、戸部 t ゥービーへ合流しました。 同日、インスタグラムの公式アカウントを開設し、ストーリーズ機能を使ってファンと交流する場もお持ち、好評を博しています。ただ、交流から1ヶ月経過した8月10日時点では、コンサートなど具体的な仕事の発表はされていないのが現状です。 10月以降の可能性あの人を待つ理由あるテレビ局関係者は彼らが本格的に芸能活動を再開するのはもう少し先になるだろうと予想しています。その理由はジャニーズ事務所を退所する予定の岸優太さんを待っている可能性が高いからです。9月末でジャニーズ事務所を退所する岸優太さんを待つのではないでしょうか。 岸さん本人は今後の活動について明言していませんが、業界内では飛べに合流する可能性が高いと見ています。岸さんが合流するとしたら、事務所を辞めた10月以降、平野さんと神宮寺さんは岸さんを迎え入れた秋頃から活動するのではないでしょうか。テレビ局関係者、金プリ時代の仲間を迎え入れ、 三人で新たな活動を始めることが実現すれば、ファンの期待もさらに高まるでしょう。騎士の介入を予感させる出来事騎士の飛べゴール説は、現段階ではあくまで予想に過ぎませんが、三人での活動を示唆する出来事がありました。それは、合流発表の トベットオッペイの公式ホームページに二人の紹介ページが解説され URL ルーシの末 JHK と綴られていたこと。これがファンの間で J が神宮寺さん、H が平野さん、そして K が騎士さんではないかという噂につながりました。その後、この URL は変更になりましたが、これは単なる偶然とは考えにくいでしょう。滝沢氏が明かした、 構想、昨年11月、騎士はジャニーズを退場する背景に、海外での活動への強い思いがあったことを明かしました。滝沢氏のもとでは、その夢に近づけそうです。滝沢さんは7月31日の TikTok ライブの中で、世界進出を目指して配信中心で楽曲をリリースする方針であることを明かしました。 国内だけでなく、海外の人にも、所属アーティストの歌を届けたいという思いがあるのでしょう。キンプリは、デビュー以来、世界に通用するグループになることを目標に活動していました。中でも、平野さん、岸さん、神宮寺さんは、その思いが強かった印象です。飛べ、とは目標が一致していると言えます。前でテレビ局関係者。 岸も加えた三人が世界で一番になれるか。ファンたちは期待と興奮を胸に、地なるステージに向けてのカウントダウンを始めています。結論平野しようと、神宮寺優太たの新たなスタートから一ヶ月が経ち、ファンたちは地なる活動を待ちわびています。岸優太さんの可能性が浮上しており、三人での新たなプロジェクトが実現すれば、それはファンの夢でもあります。 滝沢秀明氏の、とべ、からのさらなる発表に期待して、彼らの未来を見守りたいと思います。読者への挨拶平野しようと、神宮寺勇太のファンの皆さん、お読みいただきありがとうございます。彼らの新たなスタートに関する情報が少しずつ明らかになってきており、これからの展開がますます楽しみですね。 岸優太さんが加わった場合、どのようなプロジェクトが待っているのか、一緒に期待しましょう。新たな情報が入り次第、最新情報をお伝えしますので、お楽しみに。